皆さんこんにちは、直しです。今日はこちらのドローンの動画となるんですけども、先日ですね、このドローン DJI の Mavic Mini ですね、こちらを飛ばしていた際に、こちらスマホ側の画面にプロペラ回転が早すぎますと、そういう警告が出ました。でその時は警告が出たので、一旦着陸させて、まあちょっと怖かったんで、やめました。で調べてみたところ、まあ、このプロペラ回転異常というのは、このプロペラが何か異常が発生した場合とか、そういった時に出る警告だそうで、一旦電源を切って再起動してもう一度飛ばして警告が出るのか、そして出た場合は、まあ、プロペラを交換するしかないんですけども、そういったところを今日やってみたいと思います。まあ、DJI のドローンを使っている方で、もしこういったプロペラ異常が出たことがあるという方がいらっしゃったら、よかったらコメントで、その時どういう対応したとか、何が原因だったとか教えていただけたら幸いです。とりあえず一旦飛ばしてホバリングさせて回転異常が出るかどうかチェックしてみたいと思います。で今日風はですね、まあ、ほんの少し吹いてるぐらいで、まあ、安定した飛行ができるんじゃないかと。ただこのプロペラ回転異常でその辺操作性がどうなのかっていうところをちょっと検証してみたいと思います。それでは行きましょう。レッツトライ。電源入れます。1回押して直し、で今この目視で見る限りではプロペラに特段異常は見られないので、まあ、動きも問題ないですし、まあ、前回のがたまたまだったのか、まあ、そういうのも含めてね、ちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあプロペラ回転。今プロペラ回転中ですけども、まあ、音もスムーズで特に異常は見当たりませんね。じゃあ飛ばしてみます。行こう。多少今風が吹いてるんですけど、少しいつもよりなんか揺れる感じはしますね。もうちょっといつも安定感はあると思うんですけど、あ、それで出ましたね。プロペラの回転が速すぎますと。なのでやっぱり何か影響が起きてるんですね。ちなみに前進、まあバック、左、右と旋回、一応動作的には動くんですけど、ちょっとふらつきは確かに多いですね。一旦止めます。あ、そしてですね、今警告音ということで ESC 警告音動作中ということで、機体を再起動してください、直ちに着陸させてください、直ちに帰還して着陸してください、プロペラが変形している場合は機体を再起動し開けた場所で5分以上ホバーリングさせてプロペラの形が戻るか試してください。で今ですね、この一箇所、ここだけですね、右下のこちらが音が鳴っててピッ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 とここ動いてるんですね。なのでこのプロペラがなんか異常が発生してるということらしいですね。はい、とりあえずですね、ここのプロペラ一旦外してみます。でここはですね、このプロペラがこの一本のネジで止まってるだけなんですよね。ここのネジですね、これ。なのでここのネジをそれぞれ外してみたいと思います。外してみました。まあ、変形としてはどうなんですかね。ちょっと変形してんかな。そこまで変形はよくわかんないですね。で、あとはやはりここのモーターの中にゴミというかホコリとか入って、この回転が悪くなると
いうこともあるんで、ここエアーダスターとかで中をきれいにしたりとか、まあ外部のオプションでここにカバーをつけることもできるんで、まあそういったのをつける方もいると思うんですけど、とりあえずちょっとフーフーしてみます。まあ僕フライマーコンボというまあパックで買ってたので、この替えのプロペラこれがあるので、ちょっとまあ交換してみましょうか。一応説明書が入ってました。でここにも注意事項書いてあるんですけども、このプロペラってまあ回る方向というか、違うので、ここのプロペラとここのプロペラって対角で一緒なんですね。こことここは違うんですよ。でそれがプロペラのこの羽をよく見ると、ここに2本線が入ってるのと、もともとこっちは羽が1本線だったんですね。で一応ここにマークもあって、で線が入ってる方は2本線、線がないところは、まあ、1本線のプロペラということになります。なので今回は1本のプロペラですね。これとこちら、これをつけていきます。一応ネジも交換しておきます。で付け方はもう単純にこれ交換するだけ。まあ待って待って、これこの違いを見ようか。まずはそんな違いがあるんかな。いやーそんな違いはないと思うけどな、まあ、強いて言うなら少し曲がってるかな。少しだね、ほんの少し曲がってるって感じはするかな。まあ一旦交換してみよう。つきました。これでね、OK だったら、まあ、ただのプロペラが悪かったということなんで、ちょっとやってみます。はい、じゃあ、プロペラ回転させます。問題なさそうですね。とりあえず今、警告も出てないです。離陸。とりあえずこの位置でちょっと状況を見てみます。前、後ろ、右、左、旋回、左旋回、上昇、下降。ちょっと着陸させて、さっきみたいに警告が出るか見てみてます。モニター何もさっきみたいなエラーはないですね。じゃあやっぱりプロペラが悪かったのかな。一旦ちょっと高度上げてみます。はい、今ですね、上空大体80メーターぐらいまで上げて動かしたんですけども、特に問題なく、戻ってきてからもエラー警告は出ておりません。ということで、さっきのやっぱりプロペラが悪かったという結論ですね。これでプロペラもう一回戻してやったら警告出るのか試してみるか、ちょっとやってみます。はい、もう一回最初のプロペラに交換したので、もう一回やってみたいと思います。プロペラ回転、出ないな。元のプロペラに変えたんですけど、まあエラーは出なかったですね。とりあえずは出なかったけど、大事を取ってプロペラは交換して今後使っていきたいと思います。ということで、今回の原因がおそらくはプロペラだと思います。新しいプロペラに交換したら何ともなかったので、でもう一回戻したんですけど、まあちょっと今は警告出なかったですけど、まあまたねいつ出るか分かんないので、こういったリスクを回避するためにもプロペラ交換おすすめします。プロペラ交換に関しては、ただここのネジを外すだけということで、とても簡単でした。プロペラの種類がね、右と左でありますので、付けは間違いだけしないように付ければ問題ないと思います。ということで、今回の、DJI Mavic Mini プロペラ回転以上ですね。こちらは出た時の、対処方法としてプロペラの交換やってみました。皆さんももしお使いでこういう警告出たら、まずはプロペラ交換してみましょう。ということで、本日の動画良かったと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。